広い。雄大で綺麗な海もありますし、美味しい魚もたくさんありますし、ここ根津ヶ関にはいろんな魅力が詰まっていると思いますので、いろんな魅力を感じていってほしいなと思います。子どもたち、小さい頃から海で遊んでもらって、海の楽しさも怖さも知ってもらいたいですね。漁船に乗るっていう体験ってなかなかないと思うので、船から見る陸の景色もまた違うと思うので、そういうのを感じてもらいたいですね。気持ちいい。いつも見てる海とはちょっと違う感じ。生き物がいっぱいいて、天国みたいです。年に何回かは浜掃除とかゴミ拾いをしたりして、なるべく綺麗な状態を保っていけるように努力はしているので、これからもそういう活動を続けて綺麗な港や海を守っていきたいと思っています。私もちっちゃい時から海はいっぱい来てたので、子供たちにも綺麗な海で魚いっぱいの海を残していきたいとは思います。子供たちに、小さい頃から海で遊んでもらって、海がある地元を誇りに持って育ってもらいたいと思います。海と日本。